今年3月に運行を終了した JR 九州の蒸気機関車 SL 人吉の見学会が開かれました。最後の雄姿を見ようと多くのファンが駆けつけました。今日、北九州市小倉北区の小倉総合車両センターで公開されたのは、86の愛称で親しまれた SL 人吉です。100年以上前に製造された SL 人吉は、国内最古の現役の蒸気機関車として運行してきましたが、老朽化のため今年3月に引退しました。今日の見学会には SL 人吉の最後の雄姿を一目見ようと、全国から多くの鉄道ファンが駆けつけました。そうですね、もう感慨深いというかですね、本当お疲れ様という気持ちで今日は見送ってます。じっくり見れる機会がなかったんで、こういうふうにもう見れる機会をくださった JR 九州さんには本当に感謝しかないですよ。 SL 人吉は今後熊本県人吉市に譲渡される予定で、譲渡後は人吉駅前に展示される予定です。